どうも、マサダイです。今日はですね、僕が思うこの人遊戯王通だなっていう癖、行動を紹介します。これあくまでね、僕の考えなんですけど、これをやってたらですね、なんか遊戯王通だなって僕は思ってしまいます。それが3つぐらいあるので、ちょっとね紹介したいと思います。これがですね、あるあるだったら僕的には嬉しいです。1つ目、スリーブが二重。2つ目、カードをシャッフルするとき、普通にこうやって切るのではなく、テーブルにカードを乗せていって、1つにしてカードを切る。3つ目、手札を持っているときに、シャッフルしちゃいけないの分かっているのに、ついつい考えてる時とか、思わず悪気なく とやってしまうこと。今日が僕が思うこの人遊戯王通だなぁと思う癖、行動でした。皆さん共感できた方いるでしょうか？いてほしいな。さっきのデッキシャッフルするときとかね、テーブル使ってシャッフルすると、なんかよりワンランク上に見えるような気がしますよね。見た目大事よ。それじゃあ最後に遊戯王一発芸、神の天国。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。